どうした？君の声だったんだね。これって何かの骨？海風が吹き込んで笛みたく鳴ってたのか。悲しい音。それはカタルアクタだ。これがカタルアクタ君？ってあれ、もう起きたの？私の腕も錆びたもんだ。ガキにやられちまうとは。だが残念だったな。もう何も残ってはいないぞ。鱗もヒゲも鍵爪も。私はそんなものいらないよ。何？私は故郷のトト母からカタルアクタ君を迎えに来たんだ。災いが近いんだって。でももう死んじゃってるんなら仕方ない。カタルアクタ君は諦めるよ。行こう、マヒナ。待て。カタルアクタはかつてこの海の守り神だった。長い時が過ぎ、町のものは忘れてしまったがな。お前に見せたいものがある。見せたいもの？この洞窟の奥まで来い。そこで待っている。うん、わかった、アルピオネさん。さて、炎よ燃えろ。ほよよっ、いただき。ブラボー、オーシット。聖火の光輝きたまえ。闇夜は怖いね。プランを考えれば。炎よ燃えろ。聖なる神よ、怖いね。聖火の加護があらんせる。
Thank you.